大石実の医学キーノートでの発表です。キーノートはパソコンのソフトです。パワーポイントは10年以上前に発売されましたが、キーノートは最近発売され Mac 版のみです。パワーポイント形式にも書き出せます。キーノートでできてパワーポイントでできない動作もあります。文字の出し方もいろいろ工夫すると面白いと思います。背景にも動きをつけることができます。蝶々を動かす場合に全ての蝶々に同じ動きをさせることもできます。蝶々を別々に動かすこともできます。蝶々の色を変えることもできます。布が風で動いているような背景を入れることもできますが、ファイナルカットスタジオやモーションを同時に使う必要があります。経過図ではどこを話しているかがわからないことがありますが、このように経過に沿って見せていくことにより、どこを話しているかがわかりやすくなります。このように入院時の検査所見を言う場合には、そこで一旦止めることができます。また退院時のところでそのデータを言う場合には、そこでまた一旦止めることができます。このトランジションは Windows ではできません。バックの黒い線をゆっくり動かすこともできます。ビデオを取り込むことも簡単にできます。 DVD から動画を取り込むこともできます。音通格の経路などは動画の方が静止画よりわかりやすいと思います。キーノートは iWorkの中に含まれています。クイックタイム、パワーポイント、PDF などと互換性があります。キーノート、ファイナルカットスタジオ、モーションは Apple の製品ですので、一緒に使うと良いでしょう。おしまいです。